ボスはどこだ。え？ボスはどこだと聞いてる。さあどこでしょう。今日は昼ぐらいから姿を見かけてませんけど。くそ。それより伊達さん、今のシンクの間にとんでもない情報が。ん？いいですか、落ち着いて聞いてくださいね。瀬島の死体が発見されました。自宅の床の間に置かれた壺の中からバラバラに切断された状態で。そんな。見つけたのは家政婦で、警察に通報があったそうです。さらに重要なことがもう一つ、瀬島の顔には左目がなかったと。サイクロプスにやられたっていうのか。おそらく。どうするんだ、伊達。とりあえず瀬島のことは後回しだ。それよりも先にボスから話が聞きたい。もう一度オフィスに行ってみたらどうだ。ああ、そうだな。いない。なんでいないんだ。一体どういうことなんだ。何がどうなってる。熊倉組の元組長、熊倉老藩に撃たれたのか。89号をかばおうとして。ボス、どうしてボスがあそこに。夢だからか。ただデタラメな光景が再現されただけだと。いや違う、そうじゃない。人は記憶にないものを夢に見ることはない。ということは、少なくとも89号はボスのことを知ってるはずで。あのタヌキだ。どっかに隠された暗号文から他を抜けば、きっと意味のある言葉に。で、その暗号文とやらはどこにあるんだ。そうか、ボスは昔漁師だったのかもしれない。おい貴様、何か隠してるだろ。何も隠してなんかいないよ。わかったぞ、ボスはきっとラジコンなんだ。本当は精巧にできたロボットで、誰かに操られて瞳の家に。伊達、とにかく落ち着いてくれ。何かが。 X 線で透視してみたが、何も見つからなかったぞ。ボスがコーヒーを飲むときはいつも決まってブラックだった。やっぱりボスは黒なんだ。ああ、そうかもな。もしかしてあのダーツマシンで高得点を取ると何か手がかりになるようなアイテムが。そんな仕掛けが施されてると思うか。脱出ゲームじゃあるまいし。
スのやつ、俺に隠し事なんかしやがって。あの墓石でぶん殴ってやりたい気分や。ボスは無類のワイン好き。もしかして酔っ払って瞳の家に行ったんじゃ。酔ってるのはお前の方だろ。興奮してんだよ。なあ、お前ってずっとそこにいるよな。もしかしてボスの秘密について何か知ってるんじゃ。シンクしてみるか。だて、いい加減にしないとぶっ飛ばす。もしかしてこの時計の針が何かを示してるんじゃ。何かって、思いつきで適当なこと言うのはやめてもらえないか。あのサイクリングマシンを漕いだら何か手がかりが見つかると思うか。見つけたぞ。こいつは事件の謎を解くための鍵に違いない。だがそいつに合いそうな鍵穴はどこにも。くそ、バカにしやがって。事実バカなんだから仕方がない。アイボ、ハックできるか。やってみよう。セキュリティロック解除。侵入する。いくつか動画データがあるな。つい最近、ほんの数時間前にアップされたものも。開いてくれ。瀬島だ。なぜだ。どうして。ボス。
一体。随分と寂れた場所だが、イリスと何の関係が。さあな。だが関係があるから、こうしてソムニウム世界として現れているんだ。イリスのやつ、何を隠してるんだ。ソムニウムスキャン開始。ブラウン管のテレビだ。叩けば治るというのは前時代的な発想だが、いいだろう。どう見ても前時代的なテレビだからな。何だったんだ今のは。子供が描いたようなネズミの絵だったが。イリスが描いたということか。いや、今の時点では何とも言えないな。捜査を続けよう。部屋が多少賑やかになったようだしな。いろんなものが置かれているが、アーモンドのようなシロップのような甘ったるい匂いがする。となるとこれはそのまま甘味料か。あるいは、ああ、ニトログリセリンの線がある。おいおい、物騒だ。ちなみにニトログリセリンは軽い衝撃でも爆発するから、普通アセトンを混ぜて感度を下げるんだが。アセトンか。案外イリスは危険物の取り扱い方を心得ているのかもな。いろんなものが置かれた棚だ。伊達くん、残り5分よ。は収まったようだな。その影響でまた部屋の様子が変化したようだ。危険な夢だが仕方ない。続けよう。手術台のようだが、手術？誰をだ。フリでいい、やってくれ。フリって子供のままごとじゃないんだぞ。何かの記憶の再現につながるかもしれない。的なドラゴンになった気分。また何か増えてるぞ。
調べてみるか。ただのロッカーだ。ミシシッピーだったら刺さって死んでたぞ。何のためにこんな仕掛けが。他には何も入っていないようだが、ナイフの方も調べてみるか。ああ、そうしよう。残り4分を切ったわ。ロッカーから飛び出してきたナイフだ。こうか。凍っただけなのに。今度はドラム缶、テレビ、トルソ。分かりやすくなってきたな。そろそろ何か見えてくるかもしれない。私にはさっぱりだが。リボルバーだ。モデ、ああ、見た限りでは偽物ではないようだ。弾は入っていないようだが。とりあえず撃ってみてくれ。わかった、撃つぞ。やはりこのままでは意味がなさそうだ。銃弾か。この部屋のどこかにあるのか。服を着せられていない状態のトルソーだ。気持ちはわかるが、やってみてくれ。何もなさそうだ。服を着せられていない状態のトルソーだ。は？いいパンチだ。ありがとう。だが何も起こらないな。私のいいパンチを無駄に使ってしまった。無駄に使ったのは時間だぞ。ドラム缶だ。どういうことだ。銃弾？あの銃に使えるんじゃないか。3分を切ったわよ、伊達くん。リボルバーだ。さっき取った銃弾は使えないか。よし、
いけそうだ。撃つぞ。一体何だったんだ、あのソムニウムは。私たちもモニターで見てたわ。ですが、僕らにもさっぱり。まあ、よくあることだ。夢というのは、本人の意識とは無関係に脈絡なく展開されるもの。必ずしも、こちらが期待するソムニウム世界に入れるとは限らない。じゃあ、あの人影については。もしかしたらイリス本人かも。その可能性はあります。昨日も言った通り、シンカーは対象者の夢を客観的に三人称視点で経験するので。だとしたらイリスは前に瀬島とどこかで。あ、そういえばさっきのソムニウム、国会議員の瀬島が出てきたわね。で、人影と瀬島はキスを。あれは現実に起こったことなのか。そうとは限らないわ。伊達くんだって芸能人や AV 女優とキスする夢ぐらい見たことあるでしょ。前者はあるが、後者はない。本当に？ま、とにかくそういうことよ。夢は確かに記憶によって構成されるものですが、その記憶の中にはテレビや映画で見たものも含まれるんです。つまり、仮にあの人影がイリスだったとしても、実際に瀬島とチューしたかどうかは。お前がチューって言うな。なんでだよ。じゃあイリスと瀬島に面識があるかどうかもわからないってことか。ええ、何しろ瀬島は著名人ですからね。テレビやネットで見ただけという可能性も。伊達さん、そろそろイリスが目覚めそうです。わかった。突然薬で眠らせるなんて、警察って思ってたより乱暴なんですね。この部屋に来る前に同意書にサインしただろ。無理やりサインさせたんじゃないですか。それよりイリス、聞きたいことがある。イリスのことは伊達さんに任せますよ。
私に何か聞きたいことが？今はそれよりもイリスのことを。別に普通ですけど、何か気分の悪くなるようなことをしたんですか？少し頭の中を覗かせてもらっただけだ。頭の中？ええ、名前と顔なら。でも会ったことは。本当か？私ただのネットアイドルですよ。政治家の人と面識なんてあるわけないじゃないですか。夢？何のことですか？シンクの対象者はソムニウム世界を経験しない。言わなくても分かってるだろ。イリス、もう一度聞かせてくれ。オータから送られてきたナイルにあった言葉。僕は絶対あのことは黙ってるから。あのことってなんだ？わかりません。オータンが勝手に書いたものなので。オータンに直接聞いてください。アイボ、オータの携帯は壊れてたはずだが、イリスにナイルを送ったってことは。オータは昨日秋葉原で新しい携帯を購入している。番号は同じだな。ああ、かけてくれ。繋がったぞ。伊達だ、どこにいる？おい、オータ、聞こえてるんだろ？家だよ、家にいる。わかった、すぐに行くから待ってろ。アセトンちゃん、まだ警察にいるんだよね？ん？僕から話が聞きたいなら、まずはアセトンちゃんを解放してあげて。刑事訴訟法第198条、被疑者は逮捕または拘留されている場合を除いては出頭を拒み、または出頭後いつでも退去することができる。アセトンちゃんは被疑者じゃないけど。223条によると、被疑者以外の参考人についてもこれは順用されると書いてあるよ。アセトンちゃんに逮捕状は出てるの？出てないよね。じゃあアセトンちゃんを解放しないと法律違反ってことになるけど。これは取引だよ。僕から話を聞きたいんでしょ？だったらアセトンちゃんを僕の家まで連れてきて。そしたら知ってること全部話すから。ああ、なんか無性に腹立つな、あいつ。で、どうするんだ？くそ。イリス、一緒に来てくれ。これから松下食堂に向かう。もしかして今、オータンと喋ってたんですか？うん、テレパシーみたいなもんだ。俺にはそういう特殊能力があるんだよ。さ、とにかく行くぞ。アセトンちゃん！オータン、ありがとう。おかげでこうして。警察だからって何をしてもいいわけ？そんなことより約束守ってもらうからな。
になるんですか？帰りますよ。オータンに聞きたいことがあるんじゃないんですか？私、暇じゃないんですけど。言いましたよね。それはオータンに聞いてください。うん、買ったよ。昨日秋葉をぶらついてる時に。奥の居間にいる。テレビでも見てるんじゃないかな。そうか。っていうか、そんなこと聞きに来たの？アセトンちゃんが無事かどうかハラハラしてたよ。エロ同人みたいなこと伊達さんがしてるんじゃないかと思って気が気じゃなくて。私が左の眼下にいる限り、それはありえない。いなくてもだ。さてと、それじゃあ聞かせてもらおうか。あのことってなんだ？あのこと？とぼけんなよ。お前がイリス宛てのナイルに書いた言葉だ。それは。伊達さん、ちょっといい？ん？カウンターの隅に写真が置いてあるでしょ？ああ、置いてあるが、それが？その写真、よーく見てもらいたいんだ。写真を？そう、写真を。するぜ。今何時だ？日付が変わって月曜日の午前2時50分。お前は5時間近く意識を失ってたことになる。やったのは太田だな。ああ、間違いない。中華鍋でお前の頭を。あの野郎、一体何を考えて。わからないが、あの後イースを連れて店を出てったのは確かだ。どうしてわかる？お前が意識を失った後も私は目の前の光景を見てたんだよ。その時の映像を記録してある。見てくれ。アセトンちゃん待ってて。今車取ってくるから。この魔女、うちの太田に近づかないでおくれ。アセトンちゃん、どうしたの？何かあった？ううん、なんでもないの。じゃあ行こうか。どうして追跡しなかった？え、俺の目から飛び出して太田を追いかければよかっただろうが。仕方ないだろ、出られなかったんだ。太田に殴られた衝撃で可動部分の回路がショートして。伊達、ボスからだ。参ったな。
一体なんて報告すりゃいいんだ。伊達くん、落ち着いて聞いて。緊急事態よ。今犯人が、とにかく映像を見て。アドレスは相棒に送ったわ。イリス、おい、何なんだこいつは。犯人が映像をライブで配信してるの。アイボ、配信元は特定した。江東区有明4丁目沖浦水産冷凍倉庫。沖浦水産。いいから考えるのは後回しだ。それより一刻も早く現場へ。敵地に到着する。頼む、間に合ってくれ。大丈夫か。伊達さん、犯人は裏口から逃げた。待ってろ、すぐに助けが来るからな。大丈夫だ、イリスは生存中。救助隊も間もなく到着する。伊達、犯人を追え。わかった。犯人の足取りは依然としてつかめてないわ。倉庫外に設置された監視カメラにも犯人らしき人物の姿は全く。おそらくカメラのない裏道を通って逃げたんでしょうね。あの白クマの着ぐるみを着たまま途中で脱いで海にでも放り込んだんじゃない。何か重りになるようなものを詰めてたんだとしたら浮かんでは来ないだろうしな。
二人が搬送されたのは中央病院。太田の手術は無事に終わって、今は術後の処置をしてるところ。命に別状はないそうよ。でもイリスの方はまだ。手術中か。ええ、イリスは左の眼球をくり抜かれている。言うまでもなく、視神経は脳と接続しているわけだから、当然手術にも時間がかかるのだろう。もちろんしたわ。瞳は病院でイリスの手術が終わるのを待ってるみたい。真由美の方は？同じく病院にいたんだけど、太田の方は手術が終わったから、それで着替えやら何やら太田の入院に必要なものを自宅に取りに戻ったそうよ。伊達、真由美は昨夜太田とイリスの後を追って店を出ている。もしかしたら彼女は何か知ってるかも。あ、そうだな。真由美から一度話を聞いてみるか。まだやってる最中だけど、これといって重要なものは。伊達くん、相棒、もう一度あの倉庫に行って調べてきてよ。あなたたちなら何か有効な手がかりを見つけられるかもしれないし。そのことなら相棒に聞いてくれる？ああ、すでに調査済みだ。沖浦水産は我々が知っているあの沖浦、沖浦蓮樹の父親が一代で築き上げた会社だ。やっぱり沖浦と関係が。いや、どうもそういうわけでもなさそうだ。現在の沖浦水産は沖浦蓮樹とは何の関係もない。17年前に沖浦の父親が病死して以降、会社は別の役員が代表となって経営されている。沖浦蓮樹は株を持っていないし、経営にも関わっていない。要するに沖浦は父親の後を継がずに会社を別の人物に譲渡したということだ。じゃあ犯人があの倉庫を選んだのは偶然だと？わからん。今全員本庁の方で事情聴取を受けてるわ。順番待ちの列は長そうよ。だったら水木から話を聞けばいい。そっか、あいつも一応沖浦家の一族だからな。ていうか、そういえば、なあボス、昨日あれから水木のところに誰か向かわせてくれたか？まったく、今さら聞いてくるなんて呆れるわ。大丈夫よ、新人の女性警官に保護させたわ。で、その後伊達くんの家に連れて帰って、今も一緒にいるんじゃないかしら。水木は自宅か。相当おかんむりだろうな。黙ってあの怪獣の店に置き去りにしてきたわけだから。そういえば、昨日イリスのソムニウム世界に出てきたわね。だがイリスは瀬島に会ったことはないと。じゃあ瀬島の方に確認してみたら？瀬島の家は確か麻布だったな。行ってみるか。それじゃあボス、俺は捜査に。ええ、頼んだわよ。行くぞ相棒。了解だ。you
車が2台あるな。これらの車は本日未明午前3時17分にも同じ位置に止まっていた。ワンボックスとステーションワゴンか。相棒、あの木箱の中には何が？人の形をしたものがぎっしり。何だと？いや、シリコンでできたただの人形みたいだ。すべて女性の形をしているが。それって…あのクレーンを動かして、クレーン、ぶっ飛ばすぞ。やめてクレーン。だって見ろ、ボラちゃんの大群だ。だからなんだよ。かわいいなボラちゃん。このワンボックスは松下家が所有しているものだ。食材の仕入れ等に使われていたらしい。アセトンちゃん待ってて、今車取ってくるから。ハンドルやシフトレバーから太田の指紋が検出された。あとは助手席の周辺からイリスの指紋を。最近付着した指紋はそれだけだ。他に車内から見つかったものは？一つある。なんだ？太田の携帯だ。二日前、秋葉原で購入したばかりの。運転席のシートの下に潜り込んでいたらしい。その携帯は今どこに？現在、鑑識の方で内部のデータを調べている。このステーションワゴンは盗難車だ。盗難車？昨夜、車の所有者から警察に盗難届が出されている。盗まれたのは昨日の午後10時33分。場所は東京都府中市甲州街道沿いにあるコンビニ、ファミリーストアの駐車場だ。ファミストの駐車場。所有者がエンジンをかけたままファミストの店内で買い物をしていたところ盗まれたらしい。いや、盗まれたというよりも奪われたと言った方が的確か。この車を奪ったのは太田だ。え？太田がこの車に乗り込み逃走した。ファミストの駐車場に設置された防犯カメラがその時の様子をバッチリと捉えている。またこの車のハンドルからは太田の指紋も検出された。奪ったのは太田で間違いない。例の白熊の動画配信が始まったのは確か今日の午前3時頃だったな。そうだ。それから10分ほどして太田が画面の中に。太田が車を奪ったのは
昨日の午後10時33分。動画内に姿を現したのはその4時間半後ってことになるな。この周辺には他に手がかりになりそうなものは見当たらない。そうだな。倉庫の中を調べてみよう。寒いな。空調の機械はすでに止められている。だが壁の断熱材のせいで室温は今日の未明に訪れた時とさほど変わっていない。さっさと操作を終わらせないと凍死しちまいそうだな。じゃあとっとと始めてくれ。あのフォークリフト、タイヤと床との接地面が凍りついてるな。長いこと動かされてないってことか。ふむ。だが、だからなんだって言うんだ？いや、ちょっと気になっただけだよ。物がほとんど置いてないな。この倉庫は使われてないのか。氷の切断機だ。この機械について沖浦水産の関係者から証言が得られた。元からここに置かれていたもので犯人が運んできたものではないらしい。指紋は？全く付着していない。他の遺留品も同様だ。倉庫内のどこからも犯人のものとおぼしき指紋は検出されていない。そうか。一通り現場を調べてみましたが、報告すべきことは特に。千葉の家計圏が電熱線の入ったインナーを開発してくれたんです。でも挙動が不安定で、あったかくなったり寒くなったりするんですよ。ちなみにここにいる警官や鑑識官は全員同じやつを着用してます。中目黒のキャバクラ、ティーフブラウンのレイカちゃんに似てるな。どこがだよ。ですね。異性だったら物語の一つも始まるかもしれないんですけど。残念なのは俺も同じだ。今日の午前3時頃、イリスはあの作業台で。太田が駆けつけなければアウトだっただろうな。いえ、今のところ特に。いえ、残念ながら独り身です。こんな仕事をしていると出会いも少なくて。事件が解決したらキャバクラでも行くか。
前、もちろん奢ってくれるんですよね。経費で落とす。今の発言は記録しておいた。後でボスに報告する。すまん、やっぱ割り勘で。なんでですか。冗談ですよね。前に聞いたことがあったか。はい、聞いたことがあります。待ってくれ、今思い出す。確かグラスみたいな名前なんだよな。どんな覚え方してるんですか。っていうかそれギリでキラキラネームですよ。思い出しましたか。もうここまで出かかってるんだ。確か3文字でカタカナで書いた場合、その総画数が9になるんだ。だからどんな覚え方してるんですか。まだ出ませんか。いや、もうここまで来てる。3文字で総画数が9ってことはクジラなわけないもんな。ないですね。もう私から教えましょうか。いや、ヒントをくれ。はじめの音はカです。カから始まる3文字で総画数が9か。もうなぞなぞですね。カニザか。もうそれでいいです。ビデオカメラとノート PC だ。犯人はこれらを使って動画の配信を。いずれも中古業者を介して購入されたもので、その経路から犯人を特定するのは困難だ。動画の配信は倉庫内の Wi-Fi を使って行われた。回線の登録者は沖浦水産株式会社だが、ルーターにはパスワードが記されていたから、それさえ見れば誰でも使用することが可能だ。近づいて拾ってみたらどうだ。これは驚きマンチョコか。そういえばお前3年ぐらい前に集めてたな、このチョコのおまけ、驚きマンシール。当時水木が欲しがってたから買い始めたんだが、そのうちお前の方がドハマりして、水木が興味を失ってもお前は一人でせっせとシールを集め続けて。ほろ苦い思い出だ。驚きマンチョコは甘かったが、それにしてもなんでこんなもんがここに。何か手がかりになるかもしれん。後でじっくりと調べてみよう。だって、そろそろ限界だ。重要なものはあらかた調べたし、別の場所に行ってみよう。ああ、賛成だ。